横手市増田漫画美術館の佐々木です。よろしくお願いいたします。今回は横手市増田漫画美術館春の特別企画展画業30周年記念小畑武史展ネバーコンプリートについてご紹介いたします。数々の映像化がされました作品、光の語、デスノート、バクマンなどの大ヒット作で知られ、その類まれなる画力で勝負をし続ける漫画家小畑武史、画業30周年を記念し、東京、新潟、大阪と巡回した展覧会がいよいよ秋田で開催いたします。本展覧会では1万5000枚を超えるアーカイブの中から厳選した約500枚に及ぶ原画や資料を展示する予定です。また色彩豊かな青春ストーリーからダークで重厚なサスペンスドラマまで、画風を多彩に変える漫画作品に加え、技法を凝らした緻密なイラストレーションなど30周年の活躍をご覧いただきます。そして会場にはネバーコンプリートから一歩先へ踏み出す新作書き下ろしも登場いたします。小畑武史の過去、今、そして未来、進化し続ける画力とそれを支える飽くなき探求心を本展覧会でご体感いただければと思います。開催日程は令和2年3月20日土曜日から5月31日日曜日まで、会場は横手市増田漫画美術館コンベンションホールとなっております。入場料は大人800円、高校生600円、中学生400円、小学生200円、未就学児は無料となっております。